戦玉歴は中国歴の一つで、旗から前漢の元宝六年まで使われていた大陰太陽歴の歴法。戦玉は古代の帝王の名。漢に伝わっていたとされる古歴、古六歴の一つ。秦のいつから施行されたかには、諸説あり、戦国時代末期から始皇帝による統一の間であると考えられている。前漢王朝でも大初の改歴に至るまで102年間。 当襲して使用された。19年7純月の商法を採用し、一対応年を365プラス1、4日、一作某月を29プラス499,940日と、する四分歴であった。また10月を年始とし、純月を年末である9月の後に置く歳末、置けうる法を取っていた。ただし、10月は10月と呼び、正月と呼んだりしなかった。 正月は立春の月であり、二十四節気の起点とした。また正確には始皇帝の意味なである生を引きして、単月と呼んでいた。従来、戦玉歴には不明な点が多かった。例えば、新東女小初暦氏には、一行のこととして、戦玉歴上元木の絵虎と,とし、正月行為がして発号ついた地立春と述べ、木の絵虎祭の正月木の絵虎の昨日、 虎の時に太陽と月が合わせついたちする年が暦元であるとして、紀元前366年が暦元であると述べて、この説が長年信じられてきたが、実際の同年の正月期の絵虎の日の合わせついたちは、身の時に発生する計算となり、この説は成立しない。1972年に山東省林義県から出土した銀尺山館館によって多くのことが解明された。 ありがとうございます。